皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思いまーす。草ン新聞、購読視聴規約。ここでねあの、この動画を止めていただきまして、えー、画面を大きくしてね、第1条から第7条の規約をすべて一語一句読んでください。 えここでね、えー、書いてある内容について全て承諾ができた人のみがですねこの続きの動画を見ることができます一つでもね承諾できない方がありましたら、えー、ここでねそっと動画を閉じて他の人の動画を見てくださいそこでからいってみましょう2019年3月16日土曜日暗号資産草コイン長野研究会 はい本日のお題なんですが、えー、草コイン選定方法の中級編プチということで、まあ、あの私たちね長野研究会がどのような形で草コインの選定をですねやっているのかというものをです、ねえー、より具体的に、えー、具体的にですねしかしながら、まあ、全部ね時間がないので全部お伝えできないので、まあ、最初のステップ1ぐらいのところプチ。 えー、プッチンプリのプチじゃないですけどちょこっとだけねお伝えしていこうと思いますということでですねはいこれね皆さん誰しもが知っていることだと思いますが仮想通貨投資はコインマーケットキャップから始まり、えー、コインマーケットキャップで終わると言われていますそれぐらいですね、えー、仮想通貨投資を行うのであればコインマーケットキャップをもう1日何時間 にらめっこしてですね、えー、どうしようどうしようって、ね、何のコインがどのぐらい上昇しているのかというのを見ながらですね、えー、いつ投資のチャンスがあるのか逆に、えー、このコインを買うにはどこの海外口座の、えー、口座を開設してですね、えー、どういうふうに送金をして買えばいいのか、えー、買う効果はビットコインなのかインサリアムなのか同時なのかそういうものもすべてこのコインマーケットキャップにすべてが凝縮されています。 またそれぞれのコインのですね、公式ホームページとかね、チャットルームなんか、コミュニティなんかもね、すべてが表示されているので、コインマーケットキャップ一つあればですね、そこから世界につながるということになっています。はい、それでですね、このコインマーケットキャップなんですけれども、実はですね、これを煮たり焼いたりするとですね、 えー、投資としてね、わかることが無限にあるんですよね。無限大なんです、実は。ただね、あの、うーん、そうなんだ、へーって言って見てるだけだと、えー、何も儲かりません。はい。全然儲かんないですね。ということで、えー、こういうマーケットキャップ行ってみましょう。皆さん見てますかね。ただ、スクリプト、まあ、プログラムが動いてね、 あの、マイニング処理されちゃうんだよね。これ、コインマーケットキャップずっと見てると。CPU が、あの、極、100%極限にまで使われてですね、どっかのコインのマイニングされてるような気がしてしょうがないですよね。<laughs> あの、パソコン壊れちゃうかな。なんか怖いんですよね。あんまり、だから長時間見ない方がいいですよ。多分ね、憶測ですけどね。で、コインマーケットキャップって Google とか Yahoo でやて、これ仮想通貨の時価総額、こうします。 でそうすると皆さんご存知のようにコインマーケットキャブ出てきますよね仮想通貨の今の世界で上場されている数は2112になりましたね市場、えー、取引上は1 6308ですね半端ないですね自家、えー、総額は15兆円超えました15兆7000億円ですねはいそれでビットコインとかもずっと上がり続けてますねやばいですねこの上がり方それでノアコインのね上がりが半端じゃないということでちょっとまた見てみましょうか あの中野研究会の LINE グループのコミュニティがね、まあ、ものすごい活発になっちゃって、今ね。ノアコインすごいすごいって言ってね。ノアコインをちょっとだけ先に見させてもらっていいですか。0.66か。ああ、この1時間で69、まあ、約70%上がってるんですね。うん、すごいですね。うん、どういうことなんですかね。 なんでこんなに上がっちゃったんですかね。ニュース出てましたからね。ノアコインのあのメールが送られて切ってましたからね。ノア,コノア財団からね。これ遅いな。はい。あ、すごいですね。まちょっと押締めつけて下がりましたね。ひげつけて下がってますね。はい、ま。ちょっとだけでまたなんか上がりそうですね。これね。 今ここまで来ましたね。さっきここが押し目だったんですけど、だいぶ上がっちゃいましたね。うーん、そうですね。はい、このまま、まあ、まだまだね、安い段階ではありますから、うん、そう、まだまだこれだからね。まだこれ、ただ、目立つよね。はい、目立つと思います。これ去年の1月だろこれ4月だろで、これ辺が高かったのか。あ、これ8月か。 うーんだから、この辺がちょっとマライアキャリーとか来た時高くなったんだけど、また落ちていったと。それが、まあ、このね、半年ぐらいずーっと落ちる一歩だったのが、またドーンって来てるということなので、<laughs> まあ、このままずーっとね、えー、100円、200円、400円ぐらいまでいけばいいなと思っております。ノアコインね。はい、それノアコインじゃないんで、今回はね、<laughs> えっと、コインマーケットキャップですね。 コインマーケットキャップで何が分かるかというんですが、まあ名前とかね、まあこれはいいとして <coughs>、まあこういうのはありますよね。で、すべてを見るをしてください。そうするとかなりたくさんの情報をね、あの見ることができます。す、ま、べ、あ、てを見るっていうのはすべてですね。まあ一番最初に出るのは上位100あ、自家総額ランキングで上位100位のやつが出てくるんですね。で、100、100、 100個のコインずつですね、次のページ、次のページって見ることできるんだけど、まあいっぺんに見たいですね、2100個ぐらいあるやつよね。そうすると、この2112個ですね、そうするとこうやって1ページでずっと出てきます、こうやってね。こうやってずっとこうやって出てくるんですが、これで何がわかるかということで、まあ名前とかね、シンボルっていうのはこれ通貨単位なんですけど、ビットコインだったら BTC ですよね、日本円だったら円ですね、YEN ですよね。 アメリカだったらドルですね、米ドルですよね。であと、時価総額、はい。時価総額っていうのは、あのー、市場から調達した、あのー、調達資金の総,総額ですね。で、それはこのコインの単価ありますよね。仮想通貨の単価。今、ビットコインだったら45万2338円。と、その循環サプライっていうのは発行枚数のことなんですよ。ね。 で、この単価と発行枚数を掛け合わせた金額がこの時価総額になるんですね。で、あとボリュームっていうのは24時間の取引金額です。この世界中のですね、市場、まあ、あの、取引上で取引された金額の合計が、えー、これボリューム。で、あとこの1時間,1時間24時間7日間っていうのは、えー、上昇率ですね。価格単価、この値段の上昇率ですね。上昇率、値段、値段の上昇率になります。それで、 まあこんだけしかないじゃないかということなんだけどもまあ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 先を見てみましょうと,ということで先に行きたいと思いますはいそれでおさらいすると確かに時価総額資金調達の総額とえ2番値段コインの単価と3番循環サプライコインの総発行枚数と4番ボリューム24時間の総取引金額と あと5番目、えー。上昇率1時間2 0時間7日間ですねで。この5つが見て取れるわけですよで。5つしかないし、これを見てどうやってね、草コインの選定をすればいいのかと。今後ね、あの爆上げすることが期待される <coughs> 有望草コインをどうやってね、あの、え、わかるのと。 なんかいっぱいあったし2112とかええー、どうすんのと分かんないよねってことなんですよねでどうするかというと、えー、次のページまずね中の係数っていうのがあるんですよこれはニュートンのニュートンの,ートンのさ係数 <laughs> ニュートンの万有引力の係数っていうのが 9. ああのいくつかありますよね はい、えー。それでね、中の係数というのが、まあ、ボイルシャルルの方程式みたいな感じでね、私が発見し,発見したというか、まあ、誰も知ってることなんですけど、誰もが思いつくことなんですが、中の係数というのがあるんですよ。で、それで、あの、草コインをね、あの、まあ、簡単に有望草コインを探し出すことができるっていう、えー、係数を用いています。で、時価総額というのは、先ほど言ったように、 値段、あコインの一つの、1万あたりのコインの単価ですよね、かける循環サプライ発行枚数、総発行枚数が時価総額です。この時価総額は、まあ、大きい方がこうしたことないんだけど、えー、草コインを探すためには、あの単価は安い方がいいよね。一つのコインの単価は安い方がいいですよね。で、循環サプライ発行枚数も少ない方がいいよね。希少,希少価値が高いよね、発行枚数が。だから、あの分母になるわけですよ。 数学的には単価も安い方がいいし発行枚数も少ない方がプレミアムが出るわけですねそうすると分母になるわけです分数の下になるわけですでボリューム24時間の総取引金額は大きい方がいいよね大きい方が流動性があるので買ってもすぐに売れるから流動性が低いものっていうのは買ってもですね売れないんですよすぐに買う人がいないからそうすると あのいくらね、これは価値があるもんだ、価値があるもんだってったところで、誰も買わなければ、ただのゴミクズなんですよ、腕時計とかね。いや、その人は確かに言ってるし、確かにね、買った時はな100万も200万もした腕時計かもしれませんと、ただあの、この国ではそんなね、高価な時計を買う人なんかいませんよと、買える人いませんよと言ったところで、いてはその国においては、 えー、流動性はゼロなんですよ。ってことは、その腕時計の資産価値はゼロ円なんですよ。でも、まあ、豊かな国のアメリカとかね、まあ、日本の芦ア屋アとかさ、世田谷とか行けばさ、お金持ちいっぱいいるから、そこでは流動性は高いってことになるんですね。なので、この、あの <laughs> まあ投資をする。 ときにおいては、土地、建物とか不動産投資も一緒だしね、えー、車の投資とかいろんな投資あるんですけど、一番気をつけなくちゃいけないのは、このね、流動性なんですよ、まあ、これ、ボリュームって書いてあるけど、流動性なんですで、なんか戦争が始まったとか、景気が一気にね、悪くなって、バブルが崩壊したってなったときに、土地、建物を持ってたところで、買う人いないですよ、売る人いっぱいになっちゃって。 ゴルフ会員権なのもねだから、いざそうなったときも、簡単に売れる、マーケットでね、インターネットを用いて、パッパッパッパって売れると、ちょっと安くなってもね、そういったシステムとかがある、またはその24時間の総取引金額が常に大きい、何十億円ってあると、そういう草コインをやっぱり探さないといけないんだよね。はい、これが中野係数なんですね。 はいそれで、<laughs> まあここまでいったのと、あと中野第一法則っていうのがあって、ですねさっきの中野係数があって、で今日は、ね、ここまではやりませんが、この中野係数をビットコインを基軸に比較すると、さらにですね正確に、えー、これから値上がりするであろう有望草コインをさらに選定することができるんですね。 んで、じゃあちょっとね、Excel の方で、えー、実践を、皆さん実践をしてみたいと思います、えー。どうするかというと、Excel 出していただいて、このね、これこ負けたキャパーでしょ。あーっと待ってくださいね、これ。<laughs> ちょっと待ってください。全てを見るを押して、はい、さっきやっときましたね、ちゃんと全てを見るをね。もう一回やりますね。 ここをね、ちゃんとね、右上の表記を日本語と日本円にしないといけないんだよね。今、ドルだから、ちょっとこれをまた、はい、計算し直してるんでお待ちください。CPU 処理がね、重いんでね、あの私のノートパソコン、東芝のですね、インテルコア i7 の第8世代が入ってても遅いですね。ここ日本語に変えて、はい。で、ここ JPY ですね。日本円にしてくださいよ。 そして、ここをですね、マウスの左ボタンをですね、押しながら、こうやってずっとコピー、うんし、白黒反転させるんですね。そして、まあ、どこまでやろうか。じゃあ、40、40、まあ、どこまでコピーしてもいいですけど、こうやって、でここを黒いところで、今度マウスの右ボタンを押してコピーします。そして、Excel 行っていただいて、まあ、好きなところにこう押して、 えー、これで貼り付け貼り付けっぽい貼り付くんですねそれで見にくいですかえー、っとここら辺がねちょっと幅が狭いからちょ表示されなかったんでちょっとこうやって表示してこうやってあのちょっとこうね、あのー、スペースを空けていきます 表示、スペースが、ね、狭いと表示されなくてね、シャープみたいになっちゃうんですよね。おっと、これはもう少しですね。はい、こうですね。はい。で、そのままコピーができるんですね。このコインマーケットキャップね、これね。はい。これをそのままコピーしてきました。それでまたエクセル表に戻っていただいて、で、これを今度どうするかと。で、まず中の係数を計算するんですが、じゃあこの M のね、 M のところに、M の列にですね、中の係数をここね、計算していくんですが、えー、中の係数ってのは何だ,か何だったかっていうとですね、これは時価総額、ボリューム、24時間、ボリュームを時価総額で割るんですね。だからここに置いて、ボリュームと時価総額あるよね。ね、これ、ちょっとお客しようか、これ、G をね。 はい、だからこうでしょで、実家、ボリューム、だから H と E だよね。だから、え、ちょっと待って、もう一回見ますけど、ボリュームを実価総額で割ると。だから、ここに、えー、小数点いっぱい出てるから、これね、これとんでもないから、小数点で、さっきね、ちょっと練習したので、ちょ,ちょっと見るね。ちょっと見ますね。こう、ラウンドを使うんですよね。ラウンド。ラウンド1じゃないですけど、ラウンドを使います。 小数点以下六6桁はねにしますはい無限に出てくるんでねはいでラウンドを使ってえっ、はい、で M の行でえなんこれはいここですねえはいここでですねイコールあイコールラウンドですね イコールラウンドのイコール、ちょいちょ待って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 。ちょっとなんか変だぞ。ちょっとっ <laughs> すいません。ちゃんとやるわ。ローン、ラウンドですね。これですね。ラウンドのボリュームが H の4ですね。H の4で割る えー、時価総額だから E の4ですね。E の4の小数点以下6桁でこうやるとどうなるかと。出てきますね。0.14ですね。ビットコインは0.14っていうのが出てきます。これ中の係数0.14。で、これ全部40個ですね。こう,こういうふうにやれば全部計算してくれるんで。皆さん知ってますよね。これ Excel 表のね、使い方。はい。Excel 便利だね。<laughs> エクセル便利ですね、本当に、はい。で、これで、これが中の係数なんですよ。中の係数が出てきて、で次に、えー、中の第一法則ですね、えー。これが中の係数なんで、中の第一法則は、上記のこの数値ね、中の係数をビットコインを基軸に比較するんです。ってことはどうなるかというと、これをここの数値でまた割るんですよね。 このすべてよね。だからこれで、ビットコインはこれでこれ割るんで1になるはずなんですよ。だから、どうなるかと言いますと、えっと、だから、それぞれの数値をビットコインの中の係数で割ればいいんですよね。そうだよね。うん。だから、えー、イコールの、 ラウンドのイコールラウンドのえ、M の M の 4M4 の割るのえっと固定値なんで固定値なんでドル円ドル円ドル4だよねの 6桁ですよねどうなるか1だよね一でこれをずっと計算してもらうと40個ね上位40個はいこれが中野第一法則ですね中野第一法則の桁あの数値なんですよだから例えばこのちょっと待ってね ちょっっと待ってね2つ目のですねちょっとこれもちょっとこうやろうかこうやってえー、っとこれもちょっとこうならねえかななんないな、えー、どうすればいいかなはい例えばこれもちょっとこうしようかこれもこうしようか そうすると、まあ、全体が、まあ、全体は出すことできるんだけど、例えば、まあ、ビットコイン、まあ、ビットコイン草コインじゃないんだけど、ね、ビットコインはもう1なんですよね。ビットコイン、あの基軸通貨をなんで1にして、イーサリーマはどうかというと、もう2.3あるんですよね。だからビットコインよりも、まあ、買う価値はもうないかなと。 えー、まあ、あの、流動性も考えみるとね、ちょっと厳しいよと。逆にリップルは、えー、0.3なんでね、1より低いと買う価値があるんですよ。だからすごく買う価値がある。逆にこのテザーっていうのはもう32あるんですよ。ビットコインよりあの32倍価値がないんですね。まあ、価値観にしたら、まあ、それはテザーはそういう意味で作ったコインだからね。 アメリカのドルに連動するってことで作ってるからこれはいいそれはそれでいいんですよねでこのビットコインキャッシュとかテスラっていうのはまだ0.1以下なんでねこれ買う価値があるんですよねで特にこれですねカルダネーダっていうのは流動性がすごい高いのに価格が安いとでビットコイン比率でも0.2なんでカルダネーダは、まあ、まあ買えば上がりますよねあとこれイオタ0.16ですよね で、これ、マーカーっていうのも 0. 点こうやって見ていくと、あの、中の係数とだ中の第一法則を使うとですね、どれを買って、どれを買わないかっていうふうに出てきます。それで、これはね、時価総額ランキング上位40個を比較しているので、0. 点いくつなんだけど、まあ、草コインとかだと0.09とかね、あのもっと買うべきものっていうのが出てくるわけですよ。で、こういうふうに、でね、またさらに、えー、中の、 第2法則、えー、中野第3法則ってね、ボイル・シャルルの法則とかね、あの相対性理論とか、えー、シュレディンガーの波動方程式とかね、いろんなあの法則っていうのがあ,ありますから、えー、それでですね、あの最終的に、まあこれね、日々変わっていくからね、この数値は。この数値は中野新聞見ていただければ毎日出すからね。はい、それ,それで。 こうやってまあだからこれだけじゃわかんないけどね中の係数だけでで判断してもわかんないわけですねビットコインが基軸通貨なんでビットコインをベースにして買うべきなのか買うべきじゃないのかっていうのを判断することができるとでこれ毎日数値変わるから毎毎時間ね毎時間計算するまあソフトウェアで計算してもいいんだけどまあ1日 1, 1, 1回でいいかなと思いますけどねということではい まあねが中野研究会って一応研究してるから、研究所だからね、中野研究所松、千葉県松戸市にあるんだけど、一応のいろんなこと一応ね、一応やってます。はい。ということで、えー、終わりですね、これでね。これはさっきのやつですからね。今回はこれで終わりにさせていただきたいと思います。えー、草コインの、えー、これか。草コイン選定方法中級編、プチですね。 上級編もありますので楽しみにして,てください。というか、まあ、詳しいことはね、あの、<laughs> 草子新聞を、うん、ごあの、取っていただければね、いいかなと思います。それでは、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。